こんにちは。誘惑に打ち勝てずに手芸中村さんでお買い物をしてしまったので、今日はその購入したもののご紹介をしたいと思います。まずはスパンコールとクリアオーロラピンク6ミリで 100g 7000枚入りのものです。続いてココナッツビーズ2ミリのビーズです。ココナッツってどういうことだろう。ウッドビーズなのかな、ベースなのかなと思って購入したんですけど。続いてガラスビーズ3パックセット4ミリのビーズです。自己製のガラスビーズです。これは色はランダムだったと思います。それからスワロフスキーのこっちがライトピーチ6ミリのものとライトアメジスト、これが4ミリのビーズです。めっちゃ綺麗。それからチャトン夏名勝3パックセット、色は白です。チャトンっていうのを知らなかったんですけれど、こういう形に切ってあって台座につけて使うこういうパーツのことをチャトンって言って初めて知りました。そしてチャトンの台座、夏目商用の台座、これも3パックセット、これも3パックセット、これも3パックセットです。色は金色です。見て、ジェルパーツ3パックセットダイヤ台。縫い付けタイプのパーツです。両端に穴が開いています。それから透かしパーツ。3パックセット黄色のかわいいパーツです。それからパーツ缶付き三角小3パックセット、そしてスナップボタンの6ミリの小さなスナップボタンを購入しました。続いてリュック缶 2.5 センチ4個入りのものと2センチの6個入りのものを購入しました。それからナス缶、こちらは 2.4 センチのものと2センチのものを1個ずつ。続いて糸類、これがポリエステルミシン糸、太さが30番の糸です。なかなか30番の糸でこの大きなものを、店頭では見かけられなくて、200とかだとすぐ使い切ってしまうので、これだけたくさんの巻きのものがあって嬉しいです。それから絹手縫い糸祭り糸10色セットです。あまり手縫い糸をたくさん持っていなくて、いつもミシン糸で、手縫いのところをすることが多かったんですけれど、やっぱりちょっとミシン糸だとねじれて縫いにくいので手縫い糸を買ってみました。それからミシン糸金、何メーターだろう、40メーターミシン糸です。太さはちょっとわからないかな。ここから生地になります。
まずは本革はぎでミックスセット、これが 120g 入りです。すごく細かいはぎれです。アクセサリーに作るとかには使えるんじゃないかなと思います。続いて綿シーチング生地白110cm 幅 1m 購入しました。チュール生地ピンク180cm 幅 1.5m。 ちょっと思ったより濃いピンクでした。結構固めのチュールです。それからポリエステルオーガンジー生地薄ピンク 120cm 幅の 2m 入りです。結構肌触りがいい感じの、針がしっかりしたタイプのオーガンジー生地です。最後綿麻キャンバス生地きなり 110cm 幅 1m 入りのものを2つ購入しました。今回はこれが目的で購入したんですけれど、またいつも通りいろいろ余計なものを買ってしまったというわけです。縫いやすくてお手頃なお値段で気に入っています。持っている生地が柄物が多いので、それに合わせるのにいつもこれを使っています。以上、手芸中村さんで購入したもののご紹介でした。手芸中村さんは送料無料のラインが3980円以上になって買い物しやすくなりました。嬉しい反面、そんな安い値段で送料無料にして大丈夫なのかなっていうふうに思ったりもします。軽くいつも超えるんですけどっていう感じです。はい、それでは最後まで見せくださりありがとうございます。さようなら。